アイスピレと申しまーす。プライマルの NFT が販売されましたということで、金ゴリ、銀ゴリに続いて、まあ、一応ノーマル的な扱いになるのかな。普通の、ゴリラさんが発売されたよっていうんで、ちょっとサイト見に行くと、まあ、こんな感じになってまして、上限がね、1000体なのかな。ちょっとごめん、ここね、あまり上限書かれてなくて分かんなかったんだけど、とりあえず今残りが859ということで、まあ、もし1000体だったら141体売れてますよっていうことになっています。で、購入が BUSD、USDC、USDT ということで、ステーブルコインでね、購入するみたいです。で、ネットワークは相変わらず BSC ということで、120ドルで購入できますよと。ちょっと前のね、情報では100ドルとかだったんだけど、ちょっと値上げしたみたいですね。ここ最近の、仮想通貨の調子の良さ見て値段上げたのかな。まあ、ちょっとこの辺わかんないけどね。まあ、とりあえずこういうものはね、今発売されましたよと。で、金ゴリ銀ゴリ持ってる人たちは特にね問題ないんだけど、 NFT を持ってなくてムーブトゥアウンにね参加してみたいなっていう方は、まあ、これがね必要になってくるかなといった感じです。まあ、1体あればいいのか、2体3体とね複数体持っているとなんかいいことがあるのかとか、その辺ねアプリの情報っていうのがまだまだ全然出てない状態なのでわからないといった感じになっています。まあ、よくさ、ムーブトゥアウンである掛け合わせですね、NFT とは NFT を合わせて新しい NFT をね生み出すっていう、ものがあるのかどうかすらちょっとわからない状況ですので、まあ、ここね買っといた方がいいのか買わない方がいいのかわからない。私もちょっと正直ね迷って、今回はね買わないことにしました。金ゴリ銀ゴリね、まあ持ってるんでその分で遊べたらいいかなといった感じです。で、まあプライムね、まあ全然広まってないといったここ最近のね印象を持ってますので、まあ、どうにかこうにかねマーケティング頑張ってほしいなといったところです。で、ちなみに今ねプライマルのフォロワーがね 7.8 万人ということで、チャット GPT のねフォロワーにだいぶ負けちゃってますね。チャット GPT が今が239,000、だいぶ増えたね本当にね。まあ、プライマルめちゃくちゃ負けちゃってるんでね、チャット GPT の勢いに乗って、まあ、プライマルね一緒に上がってほしいなといったところです。ちなみにチャット GPT のねホームページからはね、実はこの前までね、この辺に確かプライマルのね載ってたんですが、なくなっちゃってんですよね、残念ながらね。これだけでも結構大きなね宣伝効果あったっぽいんだけど、残念ながら消えてしまってますね。この辺もう一回載せてくんないかなとか思ってんだけど、ライトペーパーか、ライトペーパーの中の方はこっちはね PDF 更新されてなくて、ここにはねがっつり載ってるんですよ。まあ、こんな感じでね、どんどんクリプト GPT もね宣伝してくれたらありがたいんだけど、まあちょっと、もっともっとね宣伝頑張ってくれプライマルと思っているところですね。ちなみにプライマルのねトークン価格はね、ここ何日かで一気にねダーンと上がったよと、こんな感じですね。これ日足です。まあ言って、まあ山村作ってガッて下がったんだけど、まあ一応そこまで来たのかな。ちょっとこの辺のピューと線からちょこっと飛び出た感じですね。で、この辺の、このね線超えてくれたらさらにポンって上がりそうだけど、弾かれてさらに下に行く可能性もあるのかなといった感じですね。まあアプリがね3月末ぐらいにはね何かしら動きそうっていうことで、あと半月ぐらいちょっと様子見たらね、もしかしたらキュッと上がってくれるかなと思って、まあ、期待して待っているところです。ちなみに GPT の方はねすごいトークン価格上がってますね。よいしょ、チャット GPT の、こちらが日足ですね。最初ねやっぱ初日ドーンって上がって、まあ結構こっから落ちんのかなとか思って見てたんだけど、まあ日に日にねどんどんと上がってってるよということで、ローンチから、前日もうね陽線ついてるよということで、すごいことになってますね。でこっからちょっとねこの下にね陰線今日バーってついたんだけど、まだ復活してまたね陽線になってるよというね、とんでもないパワーを持った道具になっています。まあ、ID を参加してね、もうこの初動で売らずにずっと持ってた人っていうのは本当おめでとうございますといった感じだね。というわけで、まあ、とりあえずね NFT 販売されたんだけど、まああんまり注目をね、まあまあ全然浴びてないんであんまり売れてないかなといった感じですね。これからね韓国とかでイベントやるっていう話なので、その時にねまた上がってくれたらいいんだけど、ステップアップみたいにね、ちょっといつアプリローンチしたのか分かんないようにふわっとした感じで、ね、始まって、まあ、そのままスーッと尻すぼみになっていくみたいなことはやめてほしいなといった感じに思っています。上さんのねマーケティング私はうまいと思ってるので、まあ、ちょっと期待してるんだけど、まあちょっと実際ね動き出したらまた変わるでしょうと。チャット GPT もね含めてもういろいろ上がってってほしいなと
思っていますので、またこういう風にね動画作って応援していきたいと思います。というわけで今日はこの辺でスピルでした。また次の動画でお会いしましょう。またねー。